第26回、介護支援専門員実務研修受講試験。1日1問、改め自分のペースで答え合わせする動画。第26回ケアマネ試験の、問題を自分のペースで1問ずつ、答え合わせしながら、どんなに悲しい現実が待っていようと、現実を受け入れ学ぶド M 要素満載の、ケアマネ学習動画です。正解なら天国。 間違えば地獄。さて、今日はどっちかな本編スタートです。問題4、介護保険法第2条に示されている保険給付の基本的考え方として正しいものはどれか3つ選ぶだけや、1、要介護状態等の軽減、または悪化の防止に資するよう行わなければならない。 二、被保険者の置かれている環境に配慮せず提供されなければならない。三、可能な限り、被保険者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。四、医療との連携に十分配慮して行わなければならない。五、介護支援専門員の選択に基づきサービス提供が行わなければならない。正しいものを三つ。 正解は1、1の3の4。気になるトキコの答えは1、1の3の4。ちょっと待ってくれ。どういうことなのか、1から説明してくれないか。説明しよう。試験直前になっても介護保険法を覚えられなかったトキコは、試験直前に。 ケアパンの森という YouTube の動画の中に介護保険法の暗記替え歌を発見し、ひたすら聴いて歌っていたら覚えたのであった。要するに楽しく替え歌で覚えたところがたまたま出題された。それだけのことなのだ。ケアパンの森さんでは他にも、地域支援事業や特定入所者介護サービスなど聞くだけで覚える替え歌がたくさん紹介されていますので、皆さんもぜひ聴いてみてくださいね。 解説に入りますにだ。選択肢1、要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう行わなければならない。と、選択肢3、可能な限り被保険者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。 選択肢4、医療との連携に十分配慮して行わなければならない、は、全部、介護保険法第2条に記されているので正解。選択肢2、被保険者の置かれている環境に配慮せず、提供されなければならない。配慮せずの部分が不適切なのでバツ、私が利用者だったらぶっ飛ばすレベル。 選択肢5、介護支援専門員の選択に基づき、サービス提供が行わなければならない。選択するのは、介護支援専門員ではなく、利用者さん本人なので罰、お前が勝手に決めんなや。来て突っ込みたくなっちゃうかもですね。今日はこれでおしまいです。またのお越しをお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。お知らせ。実はトキは今、 鉄算冒行炎中にて、ちょい体調不良です。更新の頻度が遅くなるかも、しれませんが今後とも、よろしくお願いいたします。またね。